経営のヒントプラス第568回目お送りいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では小島社長、はい、はい、まず今いろいろとこう小島社長、はい、私たちで工夫して、はい、そうですね、石原先生のね、はい、キャストを引き続けてるわけなんですけど、はい、小島社長の株式会社 eMedic という会社さんでも、はい、小島社長と石原先生の動画が、そうですね、はい、はい、動画があるのと、うん、あとはですね、ちょっとこれ企画として、うん、株式会社 eMedic というふうに検索していただくと、はい、私の会社のホームページが出てきまして、私の顔がですね、普段着ないスーツはバッと着てる、それ用、いかにもそれ用に撮った写真が出てきまして、その下に、はい、まあ、動画プレゼントというようなちょっと企画をやっておりまして、はい、私が過去にですね、うん、やりましたセミナー、2時間のセミナー2つを無料で見れるという企画を、やってます。で、どんなセミナーかというと、はい、1個目が、99% 失敗しない新規事業の作り方という、セミナーをですね、これ石原さんと、2人でやったセミナーです。はい。で、私が今までいろんな新規事業をやってきまして、基本的にはどれも業界は違うんですけど、立ち上げ方は一緒でして、うん、どういうふうにしてビジネスチャンスを、まずゼロから見つけるところから、で、見つけたらじゃあそれをどういうふうにして、ビジネスモデルにしてコンセプトを作って事業ができるような形まで持っていくのかっていうのを2時間かけてお話をしてます。はい。そういった動画と、あとはもう1個は、社員1名、コネなし、事務所なしから運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開というタイトルで、やったセミナーです。はい。で、私自身が本当に社員1名の時代、まあ、この1名というのも石原さんに紹介していただいた社員なんですけど、はい、で事務所がない状態から、まあ、13年でどういうふうに何にもないところからどういう考え方で、今まで来たのかっていうのを実際ですね、全部計算をしてやってきたんですね。何かその、はい、そのたまたまということではなくて、そういうふうにする今の状態になるべ、なるためにいろんなことを仕掛けをやってきたので、はい、それをどういうふうに、やってきたのかっていうのを2時間ですね。うん、計4時間の、はい、動画。これ実際有料でですね、お客さんを集めてやったセミナーです。この2つが、無料で見れますので、はい、私の、会社、株式会社 eMedic というふうに、見て、検索していただいて、ホームページの方を見ていただくと、もう詳細が書いてありますんで、ぜひですね、見ていただければなと思います。はい。はい。2つのセミナーの動画が今、プレゼントされているという状態ですので、はい、ぜひ見てみてください。はい。はい。それでは、今日の第568回目に質問を寄せいただいてますので、ご紹介します。はい。はい、小島社長の会社のホームページに掲載されていた、うん、石原先生が小島社長にインタビューするという企画の動画を拝見しました。今まで話をしたことがないけど、うん、実は10年以上前から僕のビジネスの相談相手が小島社長だったんだよね、と石原先生がおっしゃっていたことに驚きました。この対談動画の中で小島社長が学生時代から人より秀でている部分が一つもないことに気がついたので、自分は成功できたとおっしゃっていたのが印象的でした。ただ、何も秀でたものがないと普通は経営者として成功できないのではと思うのですが、このあたりをもう少し詳しくお話ししていただけますと幸いですと。いただきました。はい。これはですね、先ほどの株式会社 eMedic と検索してくださいといったホームページの中に、先ほどの2時間の動画2つと別にですね、はい。石原さんに僕がインタビューをしていただいているというですね、かなりレアな動画が、30分、40分ぐらいの動画なんですけど、はい。それがありまして、おそらくそれのことだと思うんですね。はい。はい。で、それもぜひ見ていただきたいです。もう、ホームページに行っていただければ普通にスマホで見れますので、はい。で、そこでですね、なんかその石原さんがすごい楽しそうな動画なんですよ。へー。はい。で、なんとなく僕と石原さんがどういう関係性なのかって、それを見ていただくと、僕が微妙にいじってるというか、なんていうんですかね。不思議な関係というか、で、本当に僕と石原さんはほぼもう、
ご飯とかに行くと仕事の話ばかりで、もう本当に壁打ちを、いわゆる、石原さんがこういうのどう思うって言われて、僕がこう、いや、こうじゃないですか、みたいな形で。で、石原さんがすごく面白がってたのが、やっぱり石原さんって、まあ、紀子さんもご存知の通り、まあ、本当に、いわゆる経営コンサルティングの業界では大先生じゃないですか。はい。なんですけど、僕、基本、まあ、誰にでもそうなんですけど、おかしいと思うとダメ出しをするので、で、石原さんが、もうダメ出しをされるのがもう、石原さんもこれかなり M なのかなと思ったんですけど、いや、もう、喜ぶんですよ。ダメかと。そうなんだ、みたいな。そうなんですよ。そういう不思議な会話をよく、石原さん、こういう理由で、それ多分こうの方がいいと思いますよっていうと、普通、ちょっとムッとするじゃないですか。と思うんですよ。大先生だったね、まあ。ある意味ですね、その、はい、僕みたいな人間から言われると。でも、石原さん、むしろなんか、それによって多分もう、より多分、違う意見が入ったことで、おそらくもう自分の考え方がよりブラッシュアップするっていうことに多分喜んでるんですよ。おそらく、もうそういうダメ出しされるとかっていうことと、まあ、おそらく石原さんだけど、おそらくどっちでもよくて、なのかなと思って、まあ、不思議な関係なんですけど、まあ、そういうのもわかるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、これそもそも論なんですけど、これ、まあ、企業って、まあ、よくですね、何か一つ圧倒的に、まあ、秀でてた方がいいっていう方もいらっしゃいますし、そういうビジネス書も多いんですけど、これ受験勉強と違うところが、個人でやっても、もちろんね、全部個人でやってもいいんですけど、そのチームで戦うことが、まあできる、まあ唯一のゲームというか、しかも、どんなやり方でもいいと。まあ一応ルールは決まっていて、当然その法律というのがありますので、例えば嘘のものを売っちゃいけないですし、まあ、いろんな法律は当然あります。例えば、化粧品だったら、まあ、昔でいう薬事法っていう法律があり、今薬機法っていうんですけど、はい、例えばその病気、例えば、なんか何かの病気が治りますよとか、うん、血圧下がりますよとか、それも当然言っちゃダメって、そういうルールはありますけど、はい、そういうルールさえ守ってれば、どんな手を使ってもいいっていう、これゲームなんですよ。なので、本当にその、なんていうんですかね、世の中に、圧倒的に何かだが優れてる人って当然いるじゃないですか。いますけど、はい、そういう人って本当に少ないというか、なんですけど、でも、なんで別に自分がそうである必要って僕は全然ないと思っていて、はい、なんか、本当に事業で必要な要素って本当に決まっていて、例えば商品開発するとか、まあ、もしくは、で、商品ができたらそれを売らなきゃいけないじゃないですか。で、売ったら当然お客様との対応でたくさん売れてきたら、まあ、カスタマーセンターとか、そういう、割とその、顧客対応とか管理するっていう部分が必要じゃないですか。うん、あと、お金のやり取りがあるんで、例えば、経理的なものとかっていうのも当然必要じゃないですか。はい、っていうようなことって、全部要素は、決まってるんで、それをそれぞれ得意な人を集めることさえできれば、うん、なんか、自分がそれ、圧倒的に秀でている必要がないっていうか、その自分がその、監督になればいいという、ゲームだっていうのをまず分かってほしくてですね。なんかその、それで、例えば、なんか営業だけはできる方っているんですよ。はい。うん。他ダメだけど、異様に売れる人っても当然いますし、例えば、うまく社員として雇わなくても、じゃ売ることはこの、売れる人と提携しようとか、その管理とかがもし自分でできないのであれば、当然そういう社員を入れてもいいんですけど、やっぱり売り上げが少ない間っていうのは、なかなか、じゃあ、20万、30万払って経理の方を雇うっていうのも難しいと思うんで、それ自体も、今って全部外注できるんですよ。今ね、本当にいいサービスいっぱいありますからね。で、秘書業務みたいな、私がよく使っているのがスーパー秘書という会社。私の社長も私知り合いなんですけど、はい、そこに頼むと、もう本当に秘書的な業務、ありとあらゆる、そのメールの返信から何か資料を作るっていうところから、何から何までやってくれるんですよ。で、そういうことも全部やってくれるし、経理自体も、振り込みとかも代行してくれる会社があるんですよ。で、しかもお金をデポジットを預けておくと、例えば、その経理代行の会社に、納付書とか、納税するような、そういうのもそこにいて、そこの人が借り払ってくれるんですよ。それも全部できるし、なので、なんか自分が何かやるというよりも、
その、それぞれの専門家をうまく組み合わせることで、最終的にその人たちの費用と商品を仕入れる費用よりも、売上が多く上がれば、その差が利益じゃないですか。はい。うん、っていう、そういう考え方ができれば、別になんか秀でてる必要は、僕はないんじゃないかなと思うんですね。うん。なので、僕それはやっぱり、なんていうんですかね、やっぱ中学高校の時に、まあ、本当に何一つ、その、秀でた、まあ、運動もいまいちでしたし、いや、運動相当イマイチなんですよ。僕、運動神経やばいんですよ。いや、なんか今ほら、小島社長鍛えてらっしゃるから、はい、ちょっとほら、なんか、細マッチョなイメージがね、はい、あるんですけど。アメトークとかで運動神経悪い芸人って見たことあります？はい、あつしさんとかね。はい、ひざしんとかって言われてる人とか、はい、ああいうやつとか、あと野球のやつ、はい、あれどうやったってあれわざとだろうってやつあるじゃないですか、バスケットとか。僕ちょっとね、あっちの部類なんですよ。そうなんですね。全然見えないですね。そうなんです。なんで、うん、僕かたくなに、ゴルフに行かないんですよ。はい、それは、はい、ちょっと下手な人だとみんなが教えてくれるんですけど、うん、もうそもそも当たらないとかね、うん。っていう感じになってくると、もうなんか、かわいそうな目で見るんです。られるんですよ。そこまで行く。なんか教えるレベルを超えてしまうと。なので、ちょっとそういう球技系があんまりダメで、運動もダメでしたし、まあ、勉強も そこまでできる方ではなかったので、なんかやっぱりなんかその、自分の才能で何かをやっていくっていうのはちょっと無理なんじゃないのかなっていうのは、なんていうの、ちょっとそれはもう中高の時から感じてましたね。うん。で、あとは、やっぱり中学高校の時から僕その、あとはそこまで友達が多い方ではなかったので、本はたくさん読んでたんですよ。はい。で、本をたくさん読んでいった中で、その、当然会社の経営なんて中学生、高校生ではわからないんですけど、うん、そういうなんか、経営者が書いたようなビジネス書みたいなやつ、図書館に行くと普通にあったんで、そういう本ばっかり読んでたんですよ。うん、で、そういう本を見てると、見てて思ったのが、まあ、もうその時にもしかしたら自分もそういうのできるんじゃないのかなっていう夢だけは見ていて、あ、この社長っていうような人種は、うまくやれば、自分が、まあ、当時、まあ、ちょっとまあ、今考えるとちょっと誤解をしてたんですけど、自分がやりたくないことは誰かにやらせれば、成り立つんじゃないのかと。で、トヨタの社長は別に、車、を自分が作れるわけじゃないけど社長やってると、うん、っていうようなことが子供ながらに分かって、はい、そういうのっていいなっていうふうに思って、ただ自分はもうそのナンバーワンというかその光が当たるスターにはなれないからそういうスターの人たちを揃えればいいなっていうだけ思ってたっていうのが多分元なのかなと。そこはもうそういうなんかね、自分の名前とか個人でスポーツで頑張るとか自分の個の力で頑張るっていうのはもう諦めたんですよね。なんか本田宗一郎さんが、はい、よく自分がね、学歴もなくて、電池暴行出て、はい、で、体も弱かった。はい、だから、うん、そういう、うん、自分より優秀な人たちに仕事を全部任せられたんだっていうことをね、はい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 、本でおっしゃっているのを、うん、見て、すごくそれと通じるところがあったのかなって。ね、あとカーネギー、っていう、はい、アンドリュー・カーネギーっていう方ですかね、ナポレオン・ヒルの師匠にあたるなんか鉄鋼王とかって言われてる方がいらっしゃって、うん、で、その方が、のお墓に書いてある言葉が確かですね、自分より優れしものを集めることがなんか、に長けたものここに眠るみたいな、そんな感じの、掘ったお墓が、あるんですよ。で、その人は本当に自分は何もできないけど、圧倒的に優れた、その業界のトップの人たちを集めることだけが優れていたと、自分はと。で、そういう、それも昔、それもすごく昔からある本なんですけど、そういう本も読んでいた、そういう考え方がありなんだなっていうのを、早いうちに自分が気づいた。自分一人ではもう無理っていうのを、諦めることができたっていう才能があったというか、その自分の可能性を、信じないで、そこを諦めるっていうのを才能というのであれば、はい。その才能があったのかなというのはちょっと僕思うんですよね。で、これって、まあ、ちょっと話がそれますけど、意外と、
この教育って、これもね、ちょっと、うまく言葉で言えないんですけど、スポーツをやる方とかにも言えて、本当に J リーガーとかのトップになれる方はいいんですけど、中途半端で30歳まで行っちゃった時とか、25歳超える時って、ちょっときついですよね。きついですね。なんか、そういう別の道の教育っていうのもやっぱりやらないと、で、その人たちの努力っていうのを、本当にもしですね、起業とかっていう方に、あれしたら3年ぐらいで、普通年収数千万、3000万、5000万なんていう、本当に余裕なんですよ。ああいうその、スポーツでほとんど稼げないっていう人の努力を、正しいやり方で事業に当てはめたら、もう楽勝なんですよ、本当は。だから、ちょっとなんて言うんですかね、そういう方の集中力とか、メンタルの強さとかっていうの、なんかですね、本当にそれが圧倒的に、そこの世界で、生きていける一握りの人はいいんですけど、そうじゃない人は意外と、なんか僕中高の時に割とそういう将来のそういう、まあ、お金を稼ぐじゃないですけど、なんかそういうようなところの道も教えてあげると本当にいいのになと思うぐらいもったいない方が、特にスポーツやって辛い思いしてきた方って起業って本当にうまくいくんで、っていうのはちょっと、まあ僕はそういうのは、まあ、なかったんで、まあ、諦めちゃったんで、今があるようなところあるんですけど、で、ちょっと話を戻しますと、本当にね、この、何も秀でたものがなかったんで、僕のやってるビジネスって、自分が、例えば、メルカリの創業者みたいな、ああいう、もう画期的なモデルを考えるみたいなビジネスってのは、やっぱ、一つもなくて、とにかく悩みを探すっていうことからやっぱり始めようっていうのがもうやっぱり自分の才能がないんでっていうのを思ってたんですよ。で、探すだけって別に単なるリサーチって作業なんで誰でもできるじゃないですか。はい。で、あとは、じゃあ例えば、そうですね、僕もともと造園業のマッチングサイトっていうのをやってましたけど、それも、じゃあ造園とか、そういう工事で悩んでる方っていうのを教えてグーとか、Yahoo 知恵袋とかっていうのを調べれば当然出てきます。で、これって、まあ、誰でもできるし、お金かかんないじゃないですか。あとは、じゃあ、造園会社がどういうサービスを提供してるのかなっていうのはホームページで調べれば出てくるし、これも探すことなんで才能はいらないですよね。なので、あとは例えば、なんていうんですか、そのある領域で、じゃあ、悩みを全部調べました。それで、じゃあ、それぞれの悩みの中で、を提供している会社ってどういう会社があるのかなって調べましたっていう。で、そこの差というか、両方調べて、それを照らし合わせて、悩みはあるんだけど、調べて、それを提供している会社がないっていうことを見つけるっていうのも、これもある意味作業なんですよ。で、それが見つかったら、じゃあそこで自分がそれを何とかするんじゃなくて、それを提供できる方を持ってくるっていう風にすると、で、それも僕は今までそういうのができる方っていうのを自分でやっぱ探してきてたんで、で、これもやり方がわかるとジョイントってすごい簡単で、で、探すことにも才能っていらないんですよ。で、売ることってある意味、どこかの広告代理店と組んで売ってもらえば、本当は売れるんですよ。っていうふうに組み合わせていくと、別になんか何か秀でたものがあるとかないとかっていうのが、全然関係ないというか、で、さらにそもそも売れるかなっていうの自体も、絶対に僕、自分の頭で考えて、これは売れるっていうふうに思ったこともないし、まあ多分売れないんですよ。なんで、テスト販売をしてみて、本当に売れるかなってビビりながら、テスト販売をして、売れたら始める。ただ、一回で当たらないんですよ。はい、なので、キャッチコピーとかを変えてみて、ええ。で、売れるまで何度も何度もテストすると。で、テストするだけなんで、これ別にあんまり才能いらないんですよ。っていうふうに、なんて言うんですかね。自分の才能に頼らないっていうことがあって、今があるっていう。今やっぱどう考えても、そうとしか言えないので、石原さんとの話の中では、ここまで詳しく話してなくて、さらっと、だけ、僕は自分の頭じゃない、に頼らないやり方で授業やってますって話はさらっとしたんですけど、それそういうことで、そうなんですよ。なんか、で、こういうふうにやると、なんて言うんですかね、自分、
その、やり方を言語化できるんですね。こういうふうにやるっていうの。なので、他の人にやらせても、その、うまくいくというか、成功するっていう、普通の人がですよ。もう、っていう、まあ、そういう流れで、最終的に、じゃあ、20社、30社の会社に、いろんな社長さんにやり方を教えて、お金も出して、まあ、そこそこ回ってるという、そんな感じなんですよね。で、あとその、僕のこの、やり方って、実は、こんなやり方しないでも商売でうまくいってる方たくさんいるんですよ。本当にもう一代で上場企業を、はい、作ってしまうような方とか、はい、もしくはもうその、キコさんの周りでももしかしたらいらっしゃると思うんですけど、商売が異様にうまい人っているんですよ。で、これって大体、親とかおじいちゃんとかその家系がもともと商売人の家系だったりするんですよ。で、そういう方って小さい頃から、はい、お客さん、だと家がお店をやっていて、お客さんと触れてたりするんで、うん、なんとなく商売のもう感覚っていうのが身についてるんですね。なので、そのリサーチをしなくても、なんかその、儲かる匂いがするっていうのがわかる人たちがいるんです。これいけるって。で、その、これいけるっていう感覚っていうのは普通の人にはわからないんですよ。はい、で、僕のやり方って、うん、天才がこれいけるって直感で思いつくっていう数秒のひらめきを1ヶ月ぐらいかけて汗かいて機械的にやってるだけなんですよ。おそらく。それがリサーチっていう部分だってことですよね。そういうことです。そういうことです。それを本当に才能ある方は経験則でおそらくこういう悩みのはずだ。で、これって世の中にないはずだっていうのがなんとなくわかるんですよ。それをね、多分僕は僕の周りでも本当商売の天才がいるんですけど、はい、何人かが言ってる、え、なんでこれやったんですかって、いや、これもいけるってパッと見た瞬間はひらめいたんだよねとか、そういう方ね、よく、ヒコさんも聞いたことあるかもしれない、ですけど、降りてくるとかって言い方するんですよ。普通の人は降りてこないですよ。はい。はい。で、降りてきたのが大体もう、それ、降りてきた、普通の人が降りてきたっていうのは勘違いなんですけど、そういった方って本当正解が降りてきちゃうんですけど、その正解は、瞬時にそういうことがもう瞬間的に、過去の、そういう、まあ、商売をやってる周りの、そういう環境に触れた何十年の経験則でも多分引き出しができてるのか、うん、その引き出しをパパッと何個か開けて、それを組み合わせてと一瞬でやってるとしか思えないんですよ。それを、本当僕のやり方は、本当にその、なんだろうな、無意識にやってることを、まあ、言語化して多分誰でもできる形にマニュアル化っていう、風にしているんだろうなっていうのは、これ最近思い始めたんですよね。うん、きっとだから石原先生は、小島社長に、これどう思うって聞いたんでしょうね。どうやってリサーチするっていう意味も、もしかしたらそこに含まれてたかもしれないな、うん。そうですね。で、石原さんは天才なんですよ。降りてくるんですよ。降りてくる。石原さんで降りてくるんですよ。僕降りてこないんですよ。あんまり。そう。うん、でも、じゃあ、降りてくる人に勝てないかっていうと、そうでもないんですよ。結局、一番最初の時に言ったように、チームでやればいいんですよ。チーム戦。別にね、個人で、個人のブランディングで、例えばインフルエンサーになってるとか、YouTuber になったりして、個人の名前と喋り方とかね、そっちとかもしくは企画力だけで勝負するっていう方法もありますけど、僕はもう、それって本当に一部の方、だけだと思っていて、全員が全員やっぱりちょっとできないと思うんですよ。はい。うん。なので、僕はなんかそういう天才って100人に1人もいない、何百人に1人ぐらいですかね、ぐらいかなと思うので、自分がその1人であるんだったらいいと思います。で、これはもうはっきりわかるのが、そういう方ってやっぱりスポーツでも何でも、何かやっぱりすごい結果残してるんですよ。最低でも甲子園に行っているとか、もしくは僕の知り合いで、そういうその、なんか起業するともうパッとうまくいっちゃう方って、例えば高校の時にラグビーの日本代表になってるとか、インターハイで決勝までテニスで行ってるとか、結構もう、5年、10年、それだけに全てを捧げるみたいなことを10代の時にやってる方なんですよ。それは無理ですよね。僕、帰宅部ですし。そんなの、まあ、運動もできないし。はい。なんで、うん、そういった方はなんか、もしかしたらそういう、
あの、なんだろう、なんかもうくぐり抜けて乗り越えてきた方ってのはいいと思うんですけど、ただそういった方が前提のやり方、僕はもしね、そっちの人間であれば、多分、こういう話ってできなくて、気合とかっていう方に行くんですよ。ああ。そう、結局そのなんか、はい、努力、気合、はい、鍛錬みたいなのって、スポーツやってた人は、はい、そこを通じるものがあるから、すごくわかる。そうなんです。ただ残念ながら僕、うん、自分がそれダメなんで、うんうん、やっぱり、あの、もちろん努力っていうのは大事なんですけど、うん、あの、まあ僕らみたいな割と、まあ、その、まあ、小学校の時も中学も高校も大学もとか、何にもあまりその結果が出ない割と普通に来ちゃった人たちにとっては、うん、その前に正しい、これだったらいけるっていう道を何かの方法で見つけるっていうノウハウがないと、その上で頑張らないと、そもそもが空回ってるから、はい。そう。努力も中途半端だし、方向性も間違えてる。全部ダメなんですよ。で、それも、一回だったらいいんですけど、何回かそれやると、挫折しすぎて、負け癖みたいなのがついちゃって、うん、どうせ自分だったら無理だろうっていうふうになってしまう。うん、そういった方は僕すごく見てるんで、うんうん、割と普通の方は僕が言うような、起業の仕方やり方の方が、結果的にうまくいくと思います。うん、で、もちろんですね、あの、年商を100億にしたいとか、何百億にしたい、もしくはもう会社を上場させたいとか、そういう方は、僕のやり方はちょっと難しいです。うん、でも、正直年商5億、10億でいいですと。しかも、それをの会社を売って、はい、その、まあ、そこそこな金が、あの、お金が手に入りますんで、それ運用するだけでも一生、ある上がりなんですよ、はい。そんなぐらいでいいのであれば、もう才能なんて何もいらないので。小島社長からすると、だから100億の企業にしようっていうと、はい、才能だったりとか、はい、そっちは必要になってくる。あの、10億超えると才能だと思います。はい。やっぱり会社って10億から15億を超えるラインから、うん、あの、ちゃんとした会社にしていかないといけないんですよ。うん、全部組織もちゃんとして、人事評価制度も、うん、まあ、年商10億ぐらいまでの会社って、数億の会社って一応人事評価制度あっても、今日なんちゃってです、大体。それっぽいのがあるっていうだけなんですよ。ちゃんとした組織、全部をちゃんとした組織にして、あとは、どっちかというと、その、総務部とかね、はい、そういう間接部門を充実させていかないといけないんですよ。うん、で、それが大体10億超えたぐらいのライン。まあ、あの、まあ、社員で言うと、多いとも30名、50名を超えてくるラインぐらいかな。はい。ってなってくると、もうその、社長が鉛筆なめなめでその人事評価制度やってるとちょっともう成り立たないんですよ。はい、なので僕はもうそこのラインに来た段階ではもう会社をその売るという、僕よく売却っていう言い方はしてますけど、うん、そのもっとうまくその10億から100億にできるような会社になんか駅伝だと思っていて、バトンタッチをするっていう、うん、した方がお互いに幸せで、社員のためにもなるし、会社が大きくなればそこにいる、もともといた社員ってのはみんな幹部になるしっていう。うん、なんで、なんか、その、できないことはもう諦める。うん、いや、でも、はい、その5億から10億ぐらいまでなら、誰でもいける、マニュアル通り、はい、やり方次第っていうのは、本当に心強い方って、経営者は大勢いると思うし、それこそ今、01で起業しようって思ってらっしゃる方も、夢があっていいんじゃないかな、ね、と思いますけど。はい。なので本当に誰でも、ただ楽って意味じゃないですよ。はい。相当大変です。ただ、うん、あの、正しい道を見つけることができるんで、あとはまあ同じ、結局気合なんですけど、最後気合なんですけど、正しいやり方を進めば、あとはもう頑張ればできるって、そういう意味ですね。楽ではないんですけど、できますっていう意味なので、うん、まあこの、ポッドキャストの中でもね、あの、そういう話を今後もたくさんしてきますし、そういうのを分かっていただきたくて、その、私の株式会社 e メディックの会社の中でそういうちょっと2本の動画、それ見ていただくと、うん、この私が今言ってる才能に頼らない起業の仕方っていうのがどういうものかっていうのがぜひ分かっていただけると思うんで、それもまあ見ていただくて、いただきたくてそういう企画をやってますんで、はい、もしよければ、そちらも見ていただければなと思います。はい。ということで、ご質問いただいた方、よろしいでしょうか。今日はですね、そのね、小島社長が、まあ、人より秀でている部分が一つもないっていうことに気づけたから、うん、自分は成功できたっていうところを、うん、ちょっと詳しく、お話をしてまいりました。はい。はい、ということで、今日は経営のヒントプラス第568回目お届けしました。今日も最後まで聞いてくださって、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。